頭が。でも朝は弱いよね。朝は弱い。私も弱い。弱い。めちゃめちゃ。夜型よね。昨日2時は、2時は寝てたんですよ。あ、いつもですよ。え、何時寝てんの？え、2時ぐらい。あ、もう今日めっちゃ眠たい。毎日ですよ。え、嘘やん。毎あの日それでこの動き。そう。すげえ。楽譜見たりしてるんですよ。マジか。プラの2人。マジで。あ、そうなんです。え、そのためにっていうか、2人で。うん、練習するのもそうなんですけど、仕事終わってそのまま。うん。スタジオ終わってすぐ仕事とかも戻るとか。そうなんや。僕には無理ですよ。すごいな。すごいよな。どこからの体力あるんじゃないの。で本人枠、楽しいからできるって言うんですよ、ね。うん、ああ、やっぱそうなんやけど。レン君って家で、はい、だから晩酌してから寝んの？ああ、気分ですね。あ、酒飲むめっちゃ好きなんで、うん、あの、一人でも全然飲んじゃうぐらいで。でもまあ、うん、俺も基本、はい、あんまその、うん、飲まな寝れへんというか、あれやから、はい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 、いやまあそうでもないかな。え、なんかでも俺も そんなに睡眠ががっつり欲しいタイプではないね。あ、そうなの、うん、浅くていいんですか、全然。いや、浅いっていうか、うん、なんていうのかな、ちゃんと寝んとあかん、レン君は、はい、僕はそうですね。あ、ほんまリセットされへんというか。あ、そうなんや、たーちゃんも言うてた。そう、うん、そタイプいるんやな。なんかね、それこそ3時とかまで起きとって、うん、次の仕事やったりするじゃないですか、うん、起きる時間やっぱ一緒なんですけど、うん、睡眠時間短いだけでもその次の日ボーッとする。なるほどなるほど、それが嫌なんやな。嫌ですね、しんどいんですよ。なるほどなるほど。おー、だからまあ遅くとも1時には寝るようにしますね。酒飲んで一撃ですけど、床でビール転がったりしてもう飲まへんのに開けてたりしてな。そうそうそう、もったいない。ビール炭酸抜けてね。ただ無理でいくみたいな。そうか、ほんまにけどすごいわね。え、昨日ノーアルディオったりしょ、ほんま、もうそれ、あ、ありがとう。それだってあの、あれじゃないですか、うん、意味がなくなっちゃうじゃないですか。いや、おもろいなと思って。すごいな、ある意味すごいですよ。僕はできない。あ、英語そこ、事例さらっといかはるっていうのは、ごめんごめん、はい、いや、これ食べたかった。そうですね、でも、食べないです、結構。私、朝起きて、食うと思って、マジで、え、マジで、いつでも暑いんです。マジですか。あ、そうや、めっちゃ寒いなと思った。うずやん、ドラム舞台がすぐ当たらない。昨日、雨打たれたしかな。あ、そうや、雨打たれたら嫌なれんな。今日、スタジオ、中井ちゃんと約束してる時、大雨も打たれてる。いつ、昨日、レッスン。やっぱりな、ドラムとベースはな、うん、そうなんだ。
ケイちゃんもそうやけど、みんな磯が来てくれるかなんかわからないけど、いやでもいいじゃないですか、もうそういう、うんうん、ね、うん、なんかほんまに、ほんまにほんまにいいですよ、それはありがたい、うん、人がいるのが一番なあ、ほんまそれがやっぱそれ一番よな、うん、まずそれよな、うん、いい人としかしたくないじゃないですか。もうケイちゃんともこんな出会いすごいと思うわ。ふわっと現れてね。いや、ほんまに。ふわっと現れて。たまたまあの時に、ね、お互い。何かが一個ちごたにな、タイミングちごたな。そうそう。ここでも石入りたいと思ったね。あ、いや、それやったらほら、なおさらさ、うちじゃなかった可能性もあるしな。いろいろね。うん、そうそう。すぐ来てって言われたから。ああ。どっか行ってたらあれですもんね。そうそう、そっちにまだな。そう、うん、まあ、それはそれでまだ違う。ケイちゃんのことやから、どこでもな。いやいやいや、やらはったやろけど。どこでもこう顔出してるかもしれない。あっちもこっちも。ここも、ここも。すげえやん、ね。今はもう、もうあれ、なんかどこも行ってへんので。探す必要ないわ、思って。いやいやいや。またそのうち余裕が出てきたらな、うちもそうやけど、もう何個でもやりたいみたいな。いやいやいや、もう、あ、もう今、リン君だと、もうそれで十分ですよ。大変なことは。体も大変。いや、お前な、ケイちゃんちょっと心配なぐらい。いやいや、めっちゃ元気ですよね。ちょっとキーボードもちょっとね。あ、そうそう、それはまだ全然、なんちゅうかな。いや、全然楽しいです。ほんま。はい。まあ、弾いてる時も楽しいんで、自分が。そういうのもいいよな、うん、バランスがうまい。マシンが出てる。なんでや。締めようか。あ、はい。確かに。何にこうやる。カニさんでしたっけ。そう、カニ君。コナン、巨本人。そう、終わりな。今日やる。今日はな、どうしようかね。え？まあ、ブルースってこんなんや、みたいな感じで。気楽に前とはまだちゃうの。あ、うん、今日はブルースやから、ブルースっぽい感じです、ね、そうそう、はい、だから元気も暇やか、いや全然全然、まあでも馴染んどこっていうのはいいし、ほんで入れそうなとこあったら適当に全部入ってこいとか全然いいし、あの何回か聞いてこれ俺いけそうやなってなったらで、一応暇やった時のようにタンバリンとかも、おお、いい、めっちゃいい、頑張りした、頑張りした、ガキなら何でもいいですよ、こうか、やっぱり遅いですね、普段多分移動するのもチャリやから、雨の日はバス前だから、気が入ると思う、気がありますよね、昨日もなんかカチャに出なかった、あ、よかったよかった、なんか不安になりますよね。なあ、聞かないんだったらな。まあ、いいけどね、それは。ベース座ってしますわ。できないし。ベース弾けないんだけど。いいや、私も。昨日もいいんかったから、かんちゃんが半分で。そうなんや。すごい。何でもできますね。そうや、ほんますごい。まあ、ハリー君、フェイクはやったから、フェイクはできんじゃん。あ、ほんとや。フェイクとブルースは、そうそう、まとめてきました。あ、そうそう。2曲しか機能してへんけど。いろいろ新曲は、え、ケイちゃんって何時から仕事なの？私今日あれですよ、夕方ですよ。あ、夕方、あ、ほなちょっと休んで、はい、あ、ちょっとブラブラしようかな、お昼食べたり。あ、確かに。あ、私も干してある。さっちゃん、携帯に何もハリー君から入ってへんかな。うん、昨日、明日よろしく。あ、まだ大丈夫だよ。携帯入った。寝てはいいし、若いし、寝てるかもしれない。そうなんだ。そうなんだ。そうそうそう。ハンバーにしますわ。え、なんで？誰がドラムやってんの？
なんかいい感じの。あ、なんかね、匂ってんで。普通にこう接近した。なんかめっちゃやれる。青が似合ってる。青めっちゃ似合ってる。青めっちゃ好きなんですよ。私も青好き。青と赤好きですから、ね。ああ、わかる。ね。ここの照明もまあまあいい感じ。いいな。好きなんだ。部屋全部が青やもんな。そう、全部好きだ。やる気出ますね。やっぱ手は大事よ。うん、One, two, yo, mic check, one, two, one, two, ha, yo, yo, mic check, one, two, one, two, two, ha, ha, wa, One, two, Yo, mic check, One, two,
すいませんって LINE が来ててもおかしくないな、ね、完全に寝てたんですよ。5分ぐらい寝て遅れます、ね、そうそう、ちょっと15分遅れますとかなるよな、うんうん、ないってことは絶対公園で、あらまーあらまー、あらまー、楽しい楽しい、やっぱベース10やからな。そうですよね。一回でも3人でさせてもらった時、うん、よかったですけどね。私はやっぱり初めて会った時、ああ、あの経営だな、はい、あの最高に楽しかった、あれは楽しかったな、はい、そうそう、別にやりようはあるっちゃうんだけど、はいはい、うん、すごい充実して帰りました、ね、アドレナリンアドレナリン、あの後またしたいな思いながら、何もでもやりたくなるやろ、何もでもしたいし、ずっとできますよ、スタジオ何回でも入ります、ケイちゃんそんな入ると思ってんがないけど、ね、いやすごいすごい、いやありがたい、隙があれば入る、いやすごいすごい、来てほしいなね、え、うん、来てほしい、昨日でも LINE あったし、意識はありますん、ね、あ、そうそう、なんか忘れてるとかそんなんじゃないわ、意識は、うん、この冷房でもでかいし効きますね、おとついのとこ全然効かない、あ、そうなのかな、ね、部屋に対して、ね、あとメインブースっていう、はいはい、まだ入ってないとこのがあるんやけど、はい、そこめっちゃ音がまとまるしめっちゃいいんやけどな、ちょっと高いやん、あ、そうなんや、でプラスクーラーが1台しかなくて席かへんねん、へー、まあ、贅沢なの、それは嫌暑いの嫌いなんで先生もね、ここで練習してはるんですよ、バンド練習、あ、そうなの、はあ、先生、はあ、中井先生、中井先生の、え、そうなの、はあ、いつも246で3時間4時間、あ、そうなんや、うん、なんか ルートっていうかボーンでいいんやったら覚えて、あ、ブルースやったらやるんです、ああ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 そしたらちょっと時間あるんで、はい、あの恵子さんちょっとキーボードちょっといいですか、いいですよ、はい、ドキドキ、いや大丈夫よ、ごめんね急に言って、いいえ、コード書いてあります、はい、これとで1111なんやけど、うん、このブース今日は飛ばしてくれていいし、123456781、リファラード、リファラード、ですね、まあそのあ電話ですよ、え、なんかゲームが、あ、ゲームお尻でゲームが、全然やったことないやん、そのやって待ってんやけど、着信あったのかな、普通のコードではない感じ、あ、普通のコード D7、うん、わ、まあまあでよかったや、ですね、まあうちあで、まあ多分スピッツとか、ごめん、私の書き方がこれやったら、あ、ここ4つですか、そうそうそう、3つじゃない、4つ、セボンス、セボンス、3つでいい、大丈夫です、3つでも、で、ちょっとターちゃんいいかな、そう、いや、まあ増やしていくんやったらやってくれはったら、うん、で基本一旦、うん、じゃあちょっとここの一番この低いところがルートって言って、うん、左はとりあえずレーソーラーで、うん、それで習ってます、私も、え、ここだけやったらダメですよね、ここ4つ入れますよね、いや4つでよ、レファラでもよ、レファラでもいいですか、うん、それたらすぐ弾けます、あ、いい、ほらレファラで、はい、いけます、多分、すごいな、いいじゃん、いや、あの、すごい、いや、全然、そんな、いや、普通押さえるのも大変やん、素晴らしい、ええ、1234なんだけど、あ、赤ちゃん絵の音は説明して、うん、だから、
恵子さん、ちょっと僕、このリズムでいきますんで、はい、頭の拍だけ合わせていってもうたら、4小節ってことですか、ずっとじゃーんで、あ、8でいい、最初一回8でやってみよう、はいはい、うん、ガツガツにいただきに、この気分が上がるから、そうそうそう、
次のステップ行っていいですか。ちょっとペンタトニックをそのレパソラーですか。あ、そうそう、これがブルースペンタトニックって、はいはい、ここの音でソロとかよく、はい、ティリリリってやったりとか、はいはいはい、あのこれを使ってメロディーを作る。あ、全部使っていい。レファラドどこ行ってもいい。あ、はいはい、そう、好きなように弾いてる。ね、どう言ったらいいのかな。一旦ベースだけにしましょうか。ドーンって、やっぱりじゃあその今 言ってくれはった、スケールをちょっと普通に一旦弾いてもらって、これだけを使って適当に。アドリブができる一番最初の、最終的には全部の音が使えるようになるんです。ただ難しく考えると、大変難しい世界ですので、とりあえずその音
だけで一旦自由に弾くっていう、スタイルをそっちと先生の方を同時進行で行かはったら、これは先生には見せない方がいいです。はい。で、はい、一旦もううちではこれで、はい。はい。はい。嘘つきのように弾いたらいいんですか。好きなように弾いたらいい。はい。今合わせて。はい。そう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 。もうレードもかけてもいい。あ、いい。いい。いい。はい。いい。へえ。面白い。まあそのなんとなく。まあ最初はまあなるとは思う。そのそれが結局まあうんどうやりましょうってタラララなったり、はい、そうまあまあと色気をそがそのうちに、はい、やりたくなってくると思うんで、コーヒーたらブルースっぽくあるなとかかっこええなみたいなのが、そうそうできてくるから、なるほどアレンジ、そうそう。ルートだけでもいいかも。最初はこれになれるまでは左手はじゃあ例だけで OK です。まあ、レン君も、あの、もう大きいやからで。でも、大変やったら、うん。じゃあ、このレズムでは、もう大きい、確かに。そうやな、だから、たーちゃんの、今やったんで、銀ちゃん。たーちゃん、途中で変えたよ。それで行こう。で、うん、たーちゃんが歌を作ってくれたら、うちもそれに、うん、変えていくし。うん。ほんなら、これやわ、レン君。さんあのは一緒に入れたらいいですか。ずっと今のところは入れたはってもいいですし、サラダぐらいですか。サラダぐらい。どう説明しようかな。コードは初めに使って何かの時にこれが混じってるんですか。なくて、あこれとごちゃごちゃなの。多分予想以上にできてるから、かっちゃんもそこまで考えてなかった。すみません。なんていうのかな、ギターでの話しかできないんですが、これが僕のコードなんです。で、コードが変わりましたね。で、これでだいたいブルースの感じがもう見えましたね。だから。でまたそのペンタトニック、うん、そのなんて説明したらいいやろ。こういう時にこれを入れるんですか。まあ、自由にっていうか、やってみてこの流れはとりあえず今したらいいです。あそう、はい、とりあえずコードでやって、はい、ほんまはなんていうのソロとかなったら、はい、でもいいし、はいはい、今みたいにだんだん慣れてきたら間の経過の空白のところにペンタを入れてコードに戻るっていうのが、はいはいはい、でも今いきなりすぎるから、はいはい、とりあえずこの多分ケイちゃんコードを追うだけで必死だし、はい、今日はまあ、はい、
そっちのバランスに関しては入れすぎやなと思ったら抜く、ちょっと入れようと思ったら入れるっていう、もう本当に料理と一緒でっていう感じで、はい、入れられそうなとこは入れて雰囲気見て、そう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 、はい、真剣な、ほんで今日は全然失敗します、今日は失敗します、全然いい、素晴らしいよ、素晴らしい、じゃあもう一回ちょっとやってみましょうか、ワン、thank you.
遊びですね、はい、昔の面白い、はい、面白いやっぱハリーさんがなんか、はい、おなんか間違えてる、おるの10時やと思わなかったな、えでも間違えた それ午前ってだな、午前って書いてるけど、まあちょっと今生きてるみたいなんで、はい、どうしましょうかね、来てくれたはるんで、はい、まあ、けど、まあ、またドラムに戻られますか、こっちでもいいですけど、めっちゃ楽しいな、ね、これ面白かったです、もう一回やる、なんかに入れようかって悩んでるぐらいなんで、最初は本当にやっぱりダー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 ってそうなると思います、慣れるまで、でそんな最初からギーンっとのっていきませんし、でもそのうちにやりたくなるんですよ、演奏がみんながすごいこの渦ができてくると、その時にはもうタタタタタタってもう自然になります、その時まではそのもうはい自由にやらはったらいいと思います。仕組みがコードが3つなんですけど、めちゃくちゃ奥が深くなってくるんですね。で、今のところもっと使える音がいっぱいあるんです。でも一旦そこで感覚をつかまはったらきっと役に立たな、立たないと思いますけど。遊びですね。わ、はい、かりました。まあレン君もちょっとまあ、はい、適当に。適当に適当でいい。ああそうそうそう。ドラム適当やからな。叩けへんからな。よしじゃあもう一回遊ぼうか。はい。Thank you.
でも、うん、まあここんな感じでね、慣れていくと。はい。いや、ケイちゃんめっちゃできてる、うん。私のドラムぐらいできてる。ほら、もう適当でな。グループで叩いて。飾りがいっぱいできていいかもわかんないです、はい、だから慣れるまで、あの一番12小節は1の頭のまでやん、そこだけ必ずコードに戻ってリサイするから、多分あとは入るコードに戻った時は最後までして、ペンタ入れるときは様子見て、うんうん、はい、そうですね、あの、はい、あの様子見て適当に、はい、あの飾りみたいなもんです、ね、さっきのはあのドラムがあかんかったから見失っただけで、いやケイちゃんのせいじゃない、いや、ほんま熱いソウルドラム、はい、最高やった、ほんまに、うん、じゃあもう一回いってみましょうか、あ、ちょっとこれやらせて、お願いします、oh,
最高。ちょっとケイちゃんごめん、ベドラのペダルがだいぶ前に、めっちゃ前に行った。やっていくとパズルみたいに感じてくるんですね。はいはい、そうですね。それがすごい面白いです、はい、すごいね。運動神経いるし、はい、数学的やしっていう、そうですね、本当に面白いんで、はい、ぜひ、はい、いやすごいな、ペンタトニックとかすぐできるね。ちょっと私の伝説のドラムを動画で撮っちゃう。すいません、ちょっと伝説すみません。え、いいの？いや違う、今来てるって書いてあるけど。You gotta do the move.
素晴らしい。ちょっとビビったの。ほんで私が叩いたあたがよく本物の本物がちゃうわっていう。素晴らしい。いやあのケイちゃん緊張してる時私一回叩いて。こんなんでもいいんやって。いやあの弾いてくれたらいいから。いやめっちゃかっこいい。かっこいい。かっこよすぎる。すげえ。ハリーさんが大宮に着いた。ハリーハリーやんな俺。早く早くって。全然問題。ケイちゃん優しいわ。愛想笑い。愛想笑い。ケイちゃん優しい。愛想笑い。愛想笑い。朝やしな、カイちゃんな。そうやね。酒は荒れるわ。怖いな。いや、うちやで。そんなことない。荒れてたらもう、毎日荒れなかったら全てから。いや、
優しいけど。いやちょっとドラマ感動してんだけど、やばいっす。やばいっす。いやすごいわ。すげえ。待っとく？うん、いやどうやろう、うん、まあなんかやろうか。でも別に、でもほらキャバってもうセッティングじゃん。そうやな。何時までやったっけ？12時まで。12時、あと1時間。すぐね。キーちゃんも。フェイクは特に早かったな。上達っていうか。フェイクはね、すごいやっぱめちゃめちゃ好きなんで。そうか。曲がずっと聴いてるんで。そうそうそう、ああ、それでやな。なんかもうライブで届いてるみたい。おお、すごいかっけえ。似合ってるわな、ほんでなんか かっこええわ。特別待ってもいいし、うんうん、全然。うん、まあ、うん、なんか電光ちょっとどっかやる感じ。どうする？文字動き？なんか違う曲をする？あ、いいよ。違うブルースを電光もできるようにというか、そのなんちゅうのかな、まあこエブリデイアイハブザブルースやったら、まあエブリデイをずっと言うといたらええねみたいな。まあそういう、何部屋ですかって書いてないよ。あ、書いてないわ俺。ごめん、自分には言うてあげて。いや、あ、言うてるわ。あ、まあ今焦ってるから急いで何部屋か教えてみたいな。やだ、10人やな。10人普通に来たの。え、これ私の人。あ、そうです、そうです。はい、はい、いやー、もうちょっと叩き方は一緒ですよ。そうですね、あ、全然あの5章目から4章目飛ばしてから、まあ、飛ばさない。たーちゃん何やりたい？いや別にええで、私は何でも。いやもうあのなんかドラム叩けたし満足。ちょっと満足です。違うのやんの、おもろいな。たまにな、夜な夜な、けどやっといてよかった、手並んでたし。いやほんまに、でも難しいな、うん、こうやりたいっていうのにハイハットが開いてくるな、シャンシュンシャンシュン言い出すな。面白かったけど難しかった。私には無理。いえいえ、まあ、お疲れです。ごめんなさい。モーニング時間の、まあ、せっかくやったのにな、楽しみにしてたのにな、リくんな。ごめんなさい。いえいえ、どうも。お前はよかったです。入ってよかった。こちらですかね。まあ、ああ焦らんとゆっくり、あの、あれし、まあでも1時間あるやん、まだな。ほな、さーちゃん、何を、でもや、ほんまに何でも、マジで。ハリズム来はったし、じゃあ、ちょっとゆっくりめのブルースを、okay. うん、そう、3日、ラブやかな。ラブミライカの G やん。あ、ロックミーベイビー。ロックミーベイビーがどっちのキーで作ってる？C。 あ、いいの、ハリー君これ使い、どうですか、どうですか、エブリデイヤイブザ。違うね、これケイちゃんに私が手作りです。え、マジっすか。そう、宝物にします。ブルースやろっか、ハリー。これは母ちゃん。ああ、こっちは、はい、あのコードの進行っていうか、はい、いいんですか、大事に宝物に一生。じゃあほんでな、はい、いや、そのついでに言うとこと、うん、あれ、ハリーこんなもん持ってきたしな。なんかさ、最初のね、センス的に、
ここが A7 2番に変わっても今からやろうと思ってるのはこれはピアノの先生に見せない方がいい。一応僕が思ってるのは A で行こうかな、はい、教えてもらってるのに怒られる。わかりました、はい、これ家で練習してきます、はい、まあ、なんかでその括弧は2になってもいいよ。あ、でも同じばっかり1周目は1、1、1って言っといて2周目の頭から1、2、あ、そういうことやったらね。そうそうそう、これじゃ家で練習します。あれ聞いてます。聞きます。申し訳ない。そこでこう枕元に置いて。それやったらもっと厳密にちゃんとしてるよ。キーやな。キー。それでこうピッチ取るんで。レン君はな、別に僕もピッチはあんまり考えんでいいと思う。うん、考える方がいいと思う。うん。レン君めちゃくちゃうまい。ある意味というかその違う、みんな完璧な人絶対いいから、うん、だからあのレン君はレン君のいいところを伸ばしたらいいと思う、うん、まあでもまあキーは知っておくのもな、はい、あれやけどな、うん、A っていうキーでいこうかなって思うです。 A、うん、C、D、E、あ、ほんでパターン C の時はこれ、うん、あ、OK、ハリ君の作ってきたんや。で、そうそう、今回じゃあ A で行こっか。A か、うん、エブリデイのところですね。ちなみに皆さんこの後ってお時間ないんですか？もし行けるんやったら延長してもいいかなって思ってるんですけど。ああ、じゃあうん、もう退出しでする人はもうでもいいの、ケイちゃん一緒に帰る。あ、そっかそっか。ほんならもう、ああ、じゃあもうこれ1時間行こう、これで行こう、うん、なんか別にもし一緒にあれじゃなくてもいいんやったらケイちゃんだけ残ってもいいし、一緒に抜けなまずい、なんか用事があるんやったらもう1時間、10日でもあるし、送ってきてもらったんやな。結構切っちゃうから次の仕事が、まあまあ、ご飯食べてから行こうかな。ああ、そう、だから行ってください。うん、まあ、これ、うん、来て、いや、すみません、いい、ちょっと飲むごめんね。じゃあ、エブリデイブルースか、はいはい、それを、まあ、まあ、レン君は、この歌、なんていうのかな、はい、まあ、童謡みたいな歌なんです、向こうで言う。で、エブリデイ、エブリデイ言うて、わわ、なんか、エブリデイって言われたら、今度、エブリデって返してっていうような、そう、まあ、そういう遊びなんで適当にやってくれはったら、あ、もう適当にやっていいし、はい、邪魔してもだいたい一回聞いたら、そうですね、ここだけエブリデ連発するから一緒にエブリデ、はいはい、はい、でね、恵子さん、はい、ね、はい、まあちょっと模擬ウォーキンよりゆっくり、うん、ハリ君もゆっくりの方が結構得意そうやし、はいはい、で早いのはもうちょっと、まあ、で、どうしようかな。Thank you.
癖をつけた方がいいかもしれない。ハウルから、うん、必ずせっかくかっこいいながら鳴らしてみて完璧よ今のでいいね、うん、かっこいい素晴らしい、まあまあ、素晴らしい素晴らしい、ケイちゃんもそれやったな
素晴らしい、素晴らしい、みんな。グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ。エブリデイ最後の動画、かっこええな私あの動画何回もあそこ見たり、ケイちゃんのあれ大好きだよ、よう言ったよね。もう今もラストで練習したんですよ。今ちょっと範囲を抑えるいや、大丈夫大丈夫大丈夫。プレゼント何回もかわいい、先生も何回も練習して、ドラムソロ、ドラムソロの時は、ベースなしにしようか。もう僕一回、ドラムソロ、やりたいわ、ベースまたまた先生来てもらって、ベースなしで、わかる。ドラムソロ、これもう一回ちょっと練習。ああ、そうそうそう。まあみんながやって。いろいろ思うことあったと思うちょっとタジャイ、ボーカルのタエちゃんが、ドラムケイコさんっておっしゃるんですけど、まあドラムケイコって言わはるし、今ちょっとドラムのソロの練習したはん、はいはい、でベースなしにしようか、それで、ドラムソロは、違う人に回してもう一回ぐらい回してあげたらどうかな。いや、せっかく加工解けたからここで終わりたいかなと思ってな。じゃあちょっと、いや、もう一回回すなだから一回って、また一回どっか行って、はい、また戻ってくる、はいはい、2周ではないや、はいはい、もう一回行きますか、はい、考え中最高だ、考えることやばかったもん。なんでこうしようと思った。じゃあレイコはダメな、考えたらあかんねん。あ、そうや。あ、それはファッションでいけてるから。確かに。うん。な、ほんまに良かった。いやいやいや。嘘じゃないで。あ、ほんまほんまほんま。すごい良かった。後ろこっち向いてるけどな。あっちやろ、あっちやろ、あっちやろ。あ、羽織らへん方はええけどな。で、常に本番も必ずこの体勢でやるから、みんなが。2人はどういうふうにパフォーマンスをするんかなって普段から見せといてあげた方がいい。なるほど。後ろから見てみよう。難しいわ。前の方がいいんかい。どっちもどっちかな。どっちもどっちかな。行こう行こう。よし、どう始まるんやったっけ。これじゃあ、けいこさんカウントでいきましょうか。
やいいやん。でもケイちゃんが一番やりたいのは魔女ウォーキーやから。ああそっか。そうそうそう。じゃあ魔女ウォーキーもやりましょうか。モジョウキンはハリ君、D でじゃあちょっとキーか、モジョウキンな、こう難しいのよ。キー A のまま行ってもいい？いいよ。いい？じゃあ。このまま行きましょう。はい。ハリー君めっちゃ練習してきたんやな。ありがとうございます。すごいできてる今日。ありがとうございます。すごい。楽しみにしてたのにな。ごめんな。もうちょっとあれやったな。言うてあげたらよかったな。わかりやすいように。まあまたやったらいいや。じゃあな。ハリ君はもともとブルースで、ブルースやりたい言うて言ったかった。気持ちいい。今日もなかなか取れ高満載の。いやちょっとだいぶ背中で邪魔してんじゃんかな。いやそんなん気にせんね、うん、一応ソロの時には毒ようにしてんやけど。あいやいや、うん、ベースが行った方が楽しい。さよな。うん。はい。はい。じゃ、飲み物。あ、飲み物。オッケー。そら急いでた。アパートからずっと走ってた。走ってた。そらそうやろ。かわいそうに。水。寝る前に。理科の尺だけならなかったけど、うん、そんなことしなかった。気楽や。なんか水買ってくる。あんまり早い曲はハリー君。あ、オッケー。じゃあちょっとケイちゃん、モジョウォーキング落とし気味でいこうか。今ぐらいの速さって大丈夫？モジョウォーキングぐらいやから。そうやな。じゃあでもせっかくケイちゃんも練習してきたんで、うん、戦ったから。ちょっとだけゆっくりめに。ハリー君って確かフェイクも。そう、うん、フェイクもできるな。時間がでも、一曲続けていく？フェイクさえ？はい。あ、でもいけるかな。ハリーはフェイクいける。この曲はめっちゃ好き。めっちゃ好き。はい。I love フェイク。ほな、2曲いこうか。そう、片付けれるから。次の人、嫌な減って。どうしようなら。いや、ちょっと飲ましあげな。あ、ごめんごめん。肩痛まるよ。お前やで。ケイコさんソロ回してあげてくれたの。そうやな、うん、ケイちゃん2週行くか、それとも1日の方がいいか。ちょっと練習したいんで、どっちでも時間的にどっちでも。じゃあ2回行きましょう、うん。どっちから行こう。最初
じゃあいきます。ごめんごめん、私がフェイクついたからな。ごめん。全然。No problem。Walk down, walking, come on, go, go, walk down.
あ、まあ、やりきったね。ケイちゃん、たぶん私、ライブでも、はい、乗ってくると、はい、ギリギリまで、たぶんラップとか言葉が入ってくるから、はい、もう場所になったら構わず、パーンって終わったら、そこで合わすし、はいはい、遠慮ごめんな、ちょっとできるだけ邪魔ならようにするけど、はいはい、燃えてくると数えられるよ、ね。だからもうケイちゃんが、大佐、もう終わりやってぐらいの感じでやってくれたら。はい、わかりました。ありがとうな。お世話になります。ありがとうございます。ハリ君、気合入って。いや、すごい。かっこいい、かっこいい。ビューティフル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 。結構良かったです。かっこいいな。あの、めっちゃ、ね、速かったです。そうそうそう、ね、すごい。かっこいい。素晴らしい。すごい練習したんや。すごいね。うん、メイク最高です。ケイちゃんのキーボードも良かったし、良かったな、母ちゃん。うん。あ、やっときますね、家で。ありがとうございます。多分いろんな人の、はい、ブルースキーボードみたいなのを見たら、その、はい、なんていうか、当たります。やった、そうそうそう。あ、こんなんやりたいなとか、多分ケイちゃんやったら。で別にその通りに死んでいいしな、ケイちゃんのあれを作っていけばいいから、はいはい、ただ最初はな、うんうん、自由が一番困るやん、はい、あ、やったしなかった、ありがとう。最初は好きにやってが一番困る時期があるから、うんうん、いや他の曲は名前、はい、うん、今日はそんなにやってないかな、Get to my mojo walking。 え？違う？ Mojo walking じゃない？ A？ A、 はい、A のキーのブルースって何？ A は Every day I have、うん、そうそう、 Every day、 Every day I have a, I have the blues。 もうカタカナで言うのが通じて、うん、帰ってな。息って発音の方が伝わらない。カタカナが一番いいです。ありがとうとか。私は来週学校に戻りますけど、多分3週間ぐらい、4週間も休みがあります。あ、そうなの？今から？夏休み？今夏休み、次は。楽器の終わりの あの間、はい、between、はい、あー、OK。 10月ぐらい次の楽器、大楽器始まります。 OK、 9月が休み、9月半分ぐらいが休み、 OK、 ハーフバケーション、はい、だから多分1週間ぐらい5000できるかも。Okay. バイトは木曜日と。あ、バイトしてんやん。まあ、okay. メンバーがな、そろまた休みの間に、うん、スケジュールが終わったらまたやろうな。うん、いいよ、もう1000円。え、あ、じゃあ1000円、じゃあ800円、ごめんごめん、もう決まってんねん、急いでんじゃん、800円、急いで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 、だってポイントもらってた、ポイント、あ、ポイント私が、そうなの、あ、はいはい、それでちょうどいい、 Thank you、 Thank you、半分休み。英語勉強しよう。ケイちゃんにできひんことはない。いえいえ、もう全パート行く、行くべきや。行きたんですよ。ほんまや。そのうちが。かっちゃんエフェクトなんですけど。ベースもしてみたいかな。あ、ベースな。やっぱりリズム好きな。あ、そうですか。ここのいいですね。
でかそう、太いから電話で、ごめん、はい、自分で作ったの、あれも自分で弾いてるの、一回は成功してない。めっちゃいいですよ、ね。あそこでは好きですよ。頭から離れた。わかる。ビデオが回ってた。